2006年スケートアメリカは2006年にアメリカで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。世界選手権シリーズである 2006-2007ISU グランプリシリーズを構成した。2006年スケートアメリカは2006の2007年シーズンのスケートアメリカで国際スケート連盟主催2006。 2007年シーズン ISU グランプリシリーズの第一戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2006年10月26日から29日にかけてアメリカハートフォードのハートフォード市民センターで行われた。2006-2007ISU グランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各10組。 アイスダンス各12組の出場選手は、1選手につき最大2大会まで、2006年世界、フィギュアスケート選手権の成績、2005から2006年、シーズンベストスコアランキング、2005から2006年シーズン終了時の、ISU フィギュアスケート世界ランキング、および過去の世界フィギュアスケート選手権、ヨーロッパフィギュアスケート選手権、4大陸フィギュアスケート選手権、 世界ジュニアフィギュアスケート選手権の成績に基づいて、選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体である、全米フィギュアスケート協会に対しては、各競技に所属招待選手を含め最大3人の出場枠が用意された。各競技の上位成績者には、2006、2007、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の、 賞金が与えられた。入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は、賞金から500米ドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者にはベッドシングルで200米ドル、ペアアイスダンスで一組につき300米ドル、支払われるとされた。ありがとうございます。